こんにちは有馬ですいつもご視聴ありがとうございます感謝していますえ最近自分の覚醒体験をえお話しする機会がありまして、えー、改めて覚醒をした時の出来事そしてその時に感じた感情それから気づきを思い返して、えー、いましたここ最近 でそうすると無性にまた神様とねお話をしたくなったんですよ。なので、えー、ちょこちょこ以前よりもまた自分の神様や、えー、もしくはね高次元の神様に話しかけています。であんまりね私の神様というのは無口なので、えー、答えてはくれないんですけれどもたまーにポンとあのー ほんと短いフレーズですけど言ってくださることがあるんですねそして、えー、神様と対話をすることによってなるほどそうかと私もたくさんの気づきをいただいていますで今回も、えー、その神様が、まあ、直接ねあの言葉はね崇高なので、えーまあ、人間界の言葉に分かりやすくそれは私があのか、えー、とちょっとね 翻訳じゃないですけれども、えー、そこはちょっと転換してお伝えをします。で、今回は私がどんなえっ、ー、と質問をしたかというと、うん、今すごく変化の時ですよね。もう今まさに今年もそうですし、まあ、去年ぐらいからずっと今年、来年、ここは本当に山場だと思います。変化の。で、今もどん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 。 え変化っていういろんな面が変化していっています私たちの中の気づきだったりっていうのも深まっていますしえー、覚醒をする人も本当に増えていますなのでまだまだこの変化というのはこれからも続いていきます特に来年ぐらいまではですねでそれに伴って私たちが 何を今気づかかなななければならないのかそしてその気づいたならばどうしていくのが一番いいのかっていうのを本当にどんな風に何を伝えればいいのかこれをね神様に聞いてみました。でか神様に質問した、えー、とのは実際にうーん特にね今朝なんですよこのことを、うん、質問したのは。 でどんな風に聞いたかと言いますと、神様、あの神様が本当に伝えたいことって何ですか？今みんなに伝えたいことって何ですか？それを私は伝えたいんですよ。うん、私がまあ、あの本当に道具として伝える道具として神様が直接伝えれないから、私が代わりに伝えたいんです。そのまま伝えたいんですよ。 何を伝えればいいですかっていうことを聞いてみたんですね。でそしたら神様は「えー、カオルさん」って私のことをね呼ぶんですよね。で、ね、ルさんじゃあカオルさんは今のこの現状地球のね現状と人の意識をどんなふうに感じてますか って反対に聞かれたんですようんあの覚醒してる人は確かに増えては言ってるけども何か違う気がしますって何か本当に気づかなければならないことにまだまだあの多くの人は気づいてない気がしますって答えたんですよ。でそれは何なのかなってそこがね 私もよく分かってなかったのでそこをすごく、うん、知りたかったんですね。そこで私がこう頭じゃなくて、えー、自分の内側から出てきたのはそうか今覚醒をしたいっていう方はすごく多いです。でもその覚醒を目的に してるんじゃなないかな目的が覚醒になってるんじゃないかなと本当は覚醒というのは結果でしかなくてその覚醒をするまでのプロセス道のりっていうのが、えー、一番私たちに必要だしその間にいろんな気づきがあったりいろんな感情が出たり、えー、といろんな人の応援があって感謝をしたり。 学びがあったりそれなのにそんなものはどうでもいいからとにかく覚醒すればその先、えー、何も心配ない人生が待ってるんじゃないかおそらくねそこに意識が向いてるからこのプロセスを度外視しちゃってでここがでも一番大事なのにそんなふうに今なってるんじゃないかなって思ったんですよ。 そしたらね神様は特に何もおっしゃらなかったんですけれどもすごくあのにっこり、えー、微笑まれてで今度はですね神様は無口だからそこで神様はあんまり答えなかったんですけども、えー、と上の方のね高次元の神様は答えてくださったんですよ。えー、とにかくあなたが 伝えたい気づいたことをうう伝えればいいんじゃないですかというふうなことを一言言言っていただきました私が覚醒をした時特にねその2回目の覚醒の時ですその時に最初は自分のために神様のお手伝いをしようと思いました魂を、まあ 消される消されないって覚醒体験談で話してるんですけれども、えー、とにかくね自分の魂を消されたくないそれだけのために私は必死でじゃあどうしたらいいのかっていうのを考えてじゃあ神様があの伝えたいことを神様が望んでることを私もすればいいんだそうすれば私の魂は消されなくて済むまあ必死だったんですよ。でも その次に、えー、もう消される心配がないと神様と契約をしてしまって神様のお手伝いを一生していきますよっていう本当に覚悟を決めて契約をした後はもうその心配がなくなったんですね。神様のお手伝いいささえすれれば、えー、魂が消されることはないでもそうすると今度は本当に神様が望んでいることだってすごい感謝しかないんですよ神様に。だから 神様が喜ぶこと神様が望むことをとにかく私は人生かけて本当に心からやりたいあの魂が消される消されないとかもう終わってるからそうした時にずっとこう考えたんですよね神様が何を望んでこの地球をどうしたいんだろう、うん、そればっかり考えてでも直接的にはおっしゃらないから自分で考えるんですよでその時にやっぱり みんながあの覚醒をしてあの全員がっていうのは無理なのは分かってます。もうそれは、うん、実際には難しいんですよ。決まってるんですよね。あの100%人口の100%の人が覚醒を最終的にすることは不可能だと。うん、そこは分かってますけど一人でも多くの方少しでも多くの方が覚醒をしてこの地球が本当に、えー 愛で満たされて、えー、調和して、えー、みんなが承認し合えるそういう場所になったらあの私もすごくうん何よりもそれが喜びだし、えー、で神様もそう望んでるっていうここが一致してるっていうのはもうその時に分かってたんですね。ただじゃあ具体的に私は 何をしたらいいのかどうすればそれが実現できるのかでも一生懸命いろいろそのためにはこれがいいんじゃないかあれがいいんじゃないかってやってきたんですけどそれでもなかなか私一人の力ではそうやってみんなに、えー、広まっていかないしだからやっぱり一人でも多くの方に知っていただいて神様がどんな 世界を作りたいのかそしてそこに賛同してくださる方は、えー、それをまたその方が周りに広めていっていただくのが一番いいんじゃないかなって今思ってるんですね。でそのためには私がやっぱり神様が望んでることをとにかくもう伝え続けるしかないというところに行き着いたんですよ。じゃあそれを。 人の言葉でわ、えー、かりやすく伝えるにはそれがまあ私の役目だと思うんですけれども、えー、と覚醒ををししてていいくくプロセスを大切にしていくことですねこの中で学ぶというだから意識が覚醒じゃなくて覚醒をしていく中でいろんな人と出会っていろんなことに気づいて学んでいくってここに、えー、ただ集中して で気がついたらもう覚醒していたみたいなこれがすごくうん一番、えー、と覚醒は本当にしやすいですしもちろんそのためには、えー、としたくくないいいこととっててうのも出てくると思いますだって何にも本当にただ椅子に座って毎日。 えー、覚醒したらできたらいいなっていうだけではやっぱり覚醒しませんし感情も何にも動かずなんか意識も変わらないって言うんだったら覚醒はどんなに望んでもできないんですよ。なのでやっぱりなんかいろんなことがやってきます覚悟をしたら。私もあの神様私はどんなことでも受け入れますからとにかくうーん神様の手伝いをさせてくださいっていう。 ことを覚悟したからこそいろんな出来事が起こって、えー、それにすごくやりたくないなとか怖いなとか不安で本当にこんなことして、えー、大丈夫なのかなとか、うん、不審に思うこともありました疑うこともありましたけどそれでもやっていった先にやっぱり何度かの覚醒がありました。えー そういうのをやっぱり経験しているからこそ、うん、これを皆様にお伝えすると一番それがね、えー、早く実現するんじゃないかな。で神様とねお話をしてみて、えー、そういうことに気づきましたので今お話をさせていただいてます。このね、えーもう いろんな学びがあるわけですよやっぱり覚醒までにそれは今の日常なんですね何か特別なこととかではなくて本当に毎日普通に、えー、家事をしたり、えー、子育てをしたり、えー、仕事をしたりしているこの生活の中でいろんなことがあの起こり、えー、そこに、えー、自分の感情が出て、えー、それに対して人が関わって。 あ気づこういうことに気づいたとかあ,ありがたいなとか感謝の気持ちが出たとかあきっと神様のしテストってこれなんだとかねそういう日々のいろんなことをやっていきながらそして一歩一歩覚醒に近づいていっても覚醒のことなんかもう途中は忘れて今という、うん、この覚醒のプロセスを 味わって体験して一生懸命になってるそしてあら気が付いたら覚醒してたなこれが覚醒なんだとそういううんちょっとね地道なことだとも思います本当にあ、こんなあの急にパッと意識が変わって世界が変わってなんかいろんなものが見えてこれが覚醒だと思ってる うん、方もいらっししゃるかもしれませんけどいやいやそうじゃなくて、えー、ほとんどそういうのはもうなくて、えー、自分が意識が少しずつでも変わっていって、えー、ある日、うんあもうこんなに変わったんだっていうある一定のところまで変わって。 覚醒したっていう形になるんですよだから今はずっと眠っていてぐっすり眠っていたのがなんとなくこう朝日が昇って目があなんか朝かなとか意識が少しずつね朦朧としながらも目覚めていくっていうそのプロセスであのあ朝かじゃあ起きなきゃねっていうこういう段階なんですよだからもちろん一気になんかのすごい物音がしてパッと目が開いて 目が覚めたっていうことももちろんありえますでもいろんな目の覚まし方はありますけど一番自然にあの多くの方が目覚める方法としては少しずつ気づきながら目覚めていくっていうのが多いですねまあ、これをね多分ね今日は、うん、伝えるために、えー、私はなんか神様と ちょっと真剣に時間をとって話をしました、まあ、覚醒は一応その頭の片隅にはあってもいいと思うんですが、えー、目的にはしない方がいい方がですあくまでも結果という認識でいて、えー、今あのこの苦しいのはなんとかしたいもしくは もっと本来の自分本当の自分の人生どんなんだろうそれを生きていきたいな、えー、そのためにどうしたらいいかな神様は何を望んでるのかなとかそ,、まあ、そこの神様が望んでる望んでないっていうのはもう別に考える考えないはいいんですけどとにかく自分がもっとね自分らしく生きたいよと、ね、もっと今の、うん、この現状をもっと変えていきたいよ っていうところでじゃあどうしたらいいかなそこを一つずつやっていくそこに全力で、えー、取り組んでいくこれがまあ覚醒につながっていくということだとまあ、神様とお話ししてね、えー、気づきがありましたじゃあ今日は以上になりますこのチャンネルではこれからも神様からもらったメッセージや 私の覚醒体験での気づきなどをシェアしていきたいと思います。それではまた次回。